タンスの脇あの隅っこに入っておりましたね。でそのことの、 あのいつでも出せば洗ったりアイロンしたりしないでもすぐ使える状態にしてあったっていう、 それと着物っていう形は他の国の人たち の、 あの衣服と、異なって小幅だけれどもほどいたら全部長方形の布になっております。だからパッチワークにとても使いやすい素材がある、ね、ある時フランスに私が作品とともに呼ばれて行った時にフランス人にすごく言われたことがあります。静子の作品は素敵、あなたの力もすごい、だけど私はあなたの素材に嫉妬する、ね、そう言われる日本人としてはその素材をいかに何者にも変えがたいものが残っているんだからあんまり無駄にしないで丁寧に向き合うことが必要じゃなかろうかと思います。で私を一番引きつけたのは継ぎはぎの方ではありませんでした。あのそこに施されているキルティングに目が行きました。で薄い綿が入っていてもう密に入ったキルトの針目の針足のえくぼこう一目一目たどっていった、あまあ一番キルトを日本語に訳すとしたらキルティングを訳すとしたらなんあの、うん、綿入れの刺し子、ね、私はあの温暖な山口県 の、 あの瀬戸内の生まれですから刺し子というと布巾の刺し子ぐらいで花布巾の刺し子ぐらいで寒さをしのぐための刺し子っていうのは見たことがありませんでした。キルトに出会う方が先、それから日本に帰ってきてから東北の青森 の、 あの、弘前の横刺しだとかね、いろいろなさあの山形の庄内刺し子とか見せてもらった時に労働着の刺し子冬寒い冬に綿がない足りないから綿は全部糸にしてあの布にした、ね、だからその傷んだ布に新しい布を買い求められた時に合わせて刺し子がしてあると、ね、それもびっちり刺すことによってその糸目の脂肪があのちょっと脂肪がありますよね。着物を縫う時にはしごけしごけって言われて育ちましたけどもしごかないで成り行きでこう脂肪があることによって表と裏にした一体化してる布の間に空気がわずかでも入ってくれることによってあったかさが得られるという、それから丈夫さが傷んだ切れも共に新しい糸で刺すことによって丈夫であるというふうに言われる、その布を見た時にやっぱり日本人はすごいと思いました。でその、アメリカからやってきた日本にはアメリカから直輸入でやってきたような気がしますけども、私はあのアメリカに行った時が1975年でちょうど76年が200年祭独立戦争後200年祭ということでキルトがわっと街にあふれかえるように出始めたところに 出くわしたので出会い頭に翌日から、アメリカに着いて4日目で食料の買い方とかどこに何屋さんがあるよっていうこういうこのマーケットに行けば生の魚もここのは食べられるよというのを水作案内人の友人あの、亭主と仕事が同じような人の奥さんが連れて行ってくれてでそこに最近できた店っていうので入って、キルトに出会ってしまったんですが言葉ができないもんですからあの見よう見まねでいろいろな失敗をしております。その失敗については向こう の、 あのブースで、ここが失敗してるのよってこの失敗のおかげで私はこういう作品が次に作れるようになったよっていう説明をずっと一日しておりますが、ね、キルティングっていう日本にはなかった綿入れの刺し子をどういうふうにするかってあのほとんどの人がフープを使ってキルティングをなさいます。で私はあのアメリカで 2,3 割の人がフープを使わないであの
キルティングをしている姿を見ました。そしたら私はこっちだなと思ったの。刺繍枠もままならない、刺繍もちゃんとできなかった私ですから、これは手で刺そう、フープなしで刺そう。でその時のやっぱり段取りを自分流に考えました。でまずトップができたら綿と裏を用意します。で下に綿を置き、上に裏地を置きます。そしてさばきます。そしたら刺繍は長い糸を使いますので、刺繍こういう玉の作り方だともつれる恐れがありますから、その時は人差し指に絡げて大きい糸玉を作って結構です。でそして中心から外に向かって刃刺し、刃刺しっていうのは昔テーラーの店でコートとか背広の襟の化身っていうのがありました、うん、そこには小さな刃刺しがびっしりと刺されてたね。でそれで襟がうまく膨らんで折れるっていう。で今は接着芯で済ませてるようですけども、既製服は。で外側から、あらこれは 4箇所も包んでるのがありますけども、じゃあ隣でやってみますね。ここを一すくい、中心で一すくいすると、この私はグレープフルーツのスプーンを使います。このギザギザが針を当てた時に針が滑らなくて動かないので、収まりがいいんですね。で針は長くて細いしつけ針で、しつけ針をどういうふうに選ぶかっていうと、大体外国の針はメッキ針が多いような気がします。で太いしつけ針だと布を動かすので、こう針がだから細くて長い針が必要です。でこの糸はしつけ糸っていうのは毛羽があります。で大体普通の糸は毛羽切りが毛羽焼きって言いますけども、この周りの毛羽がない糸を使ってます。でこの毛羽があるのは布が動かないためにしつけ糸というのは毛羽が残してあるんだそうです。でこの重要な毛羽があるために細い針にすると糸が通らない。なかなか舐めたり引っ張ったりしてね、カットに斜めに切ってみたりしますけども、だから表が木綿、綿が入って裏も木綿、だから太い木綿のしつけ針でいいだろうというのが、これを三層にしつけをするときに動かす原因になります。だから細い針を私は探してきております。で、そして今はこういう便利な道具もあるので、あんまり気を使わないでスポンとこう糸が通りますから、うん、はい、そうですね。仕事をする時には着物でやってるわけじゃないんですが、こういうふうに割烹着を着るか、こうタスキをかけた方がやりやすいです。そして、ここから真横に一すくいすると、こうして渡すとここがへこんでるし、これが動かない。そして針を持って引く。でこの糸玉の 7,8 センチ下を真横にすくって迎えに行って、今皆さんの目にこの布が動いてないのが分かると思いますが、こうしてすると手を左の指をチクンとして血が出ることがありません。あれって結構痛いんですよね。でこうしてすると自分がさばいた布が落ち着いてくれます。それで手前をやったら向こう側に行ってもよし、これをくるっとやって